隣のトトロは、スタジオジブリ制作の長編アニメーション映画、宮崎駿監督作品。昭和30年代前半の日本を舞台にした、ファンタジー。田舎へ引っ越してきた、草壁一家のサツキ名姉妹と、子供の時にしか会えないと言われる、不思議な生き物トトロとの交流を描く。昭和30年代前半の初夏。小学生のサツキと、幼い妹の名。 父の三人が入院療養中の母の病院の近くであり、空気の綺麗なところで暮らすため、農村へ引っ越してくる。引っ越し先の古い家を探検していたさつきとめいは、ピンポン球ほどの真っ黒な塊がたくさん住みついているのを見つける。驚いた二人に対し、引っ越しの手伝いに来ていた隣のおばあちゃんが、それはすすわたりというもので、子供にしか見えず、害もなく、 人が住み始めると、いつの間にかいなくなるのだと教えてくれる。おばあちゃんの孫のカンタが、お化け屋敷と呼んでから、高校の家で三人は、新しい生活を始める。小学校が、田植え休みになった六月のある日、三人は、入院している。母の見舞いに行き、新しい家が、お化け屋敷だったと伝える。さつきとめえは、母が、お化け嫌いであることを、心配していたが、 母は少しも怖がらず、自分もお化けに会いたいと言ってくれる。ほっとした二人は、母が早く退院して、一緒に暮らせることを願う。そんなある日、一人で庭で遊んでいたメイは、不思議な小さな生き物を二匹見つける。追いかけていったメイが、森の奥で深い穴を転がり落ちると、穴の底にぽっかり開いた空間にずっと大きな生き物が寝ていて、 メイが名を尋ねると、生き物は何か呟くがそれが、メイには、トトロと答えたように聞こえる。やがてトトロの腹の上で眠ってしまったメイは、いつの間にか林の中で一人で寝ているところをサツキに発見される。メイは、サツキと父にも、トトロを見せようとするが、トトロがいた場所が見つからない。二人が笑い出したため腹を立てたメイに対し、父は、トトロはきっとこの森の主で、 いつでも会えるわけではないのだと優しくとし、三人で大きなクスの木のある塚森へ向かうと、これからもよろしくお願いしますと、引っ越しの挨拶をする。その晩、さつきはカーテの手紙にこの時の出来事を書きしるし、自分もトトロに会ってみたいと添える。梅雨の季節となった雨の酔い、さつきとめいが森のバス停で、父の帰りを待ち、辺りが暗くなると、 大トトロがやってきて二人の隣にのそりと立つ。ずぶ濡れのトトロを見かねて、さつきが、父の傘を貸してやると、トトロはお礼に、好みが入った笹の葉の包みを渡し、バスの姿をした猫に乗って行ってしまう。帰宅した二人は好みを庭に撒いたがなかなか芽が出ない。七月の満月の夜中、二人が目を覚ますと、トトロたちが庭を歩き回っている。 トトロたちが祈ると庭土から、芽が出てそれがあっという間に、巨木へと育つ。大トトロは、不思議なコマを回すとそれに祈り、中と小トトロ、サツキと芽を抱いて空を飛ぶ。やがて、クスノキの高枝で、トトロたちと、サツキ、芽が吹くオカリナの音色が聞こえてくる。翌朝、二人が目覚めると巨木は消えていたが、庭には小さな芽がたくさん出ていた。二人は、 夢だけど夢じゃなかったと大喜びする。やがて夏休みとなった8月のある日、二人がおばあちゃんと畑で野菜を収穫していると、カンタが連絡校という病院からの電報を持って走ってくる。さつきは父と電話で連絡を取り、母が体調を崩してしまったために退院が伸びたことを知る。しかし、そのことをメイに伝えると、メイは嫌だ嫌だとダダをこね。 二人は、大喧嘩してしまう。だが、家に戻った直後にさつきはこらえきれずおばあちゃんの前で、大泣きしてしまう。しっかり者のさつきも、内心は母を失うかもしれない不安と恐怖で、いっぱいだったのだ。その様子を見ていたメイは、日が暮れる中、トウモロコシを抱いたまま一人でどこかへ向かい、そのまま行方不明となってしまう。村の人々が、 総出でで探し回るが、メイは見つからず、途方に暮れたサツキは藁にもすがる思いでトトロに助けを、求めに、森へ行く。大トトロはサツキを連れて、クスノキのてっぺんに登り、ネコバスを呼び寄せる。サツキを乗せたネコバスは、風のように走り、道に迷って泣いていたメイを見つける。メイは母にトウモロコシを届けようとしていたのだった。すっかり日が暮れた頃、 猫バスが二人を病院に連れて行くと、そこには元気そうに父と話す母の姿があった。母が二人の気配を感じて目を向けると窓辺にメイが持ってきたトウモロコシが置かれており、その歯にはお母さんへと刻まれていた。その後、サツキとメイは猫バスで家まで送ってもらい、そこでカンタとおばあちゃんと合流すると四人仲良く家路を歩く。トトロたちは 今夜もクスのキの上で仲良くオカリナを吹いているのだった。エンディングでは秋と冬の場面が描かれている。観客動員数は約80万人。配給収入が5.9億円と風の谷のナウシカを大きく下回り公開当時は震わず、工業的には外れてしまう。しかし、キネマ旬報の日本映画ベスト10第1位など、 各種日本映画関係の作品賞を獲得。さらに1989年4月28日以降、日本テレビ放送網の金曜ロードショーでジブリ最新作公開年の夏、最新作公開ビゼ前夜の放送費等に放映されており、毎回高視聴率を記録する。2010年7月23日には、 金曜ロードショー枠で1989年4月のテレビ初放送から数えて12回目のテレビ放送が実施され、全12回中10回目の視聴率20%超えを達成した。1998年以降は2年おきにテレビ放送されており、2014年7月11日に14回目。 2016年11月4日に15回目、2018年8月17日に16回目、2020年8月14日に17回目の放送となる。トトロのキャラクター商品第1号である映画公開時に宣伝用に販売したぬいぐるみは合計666,920個を販売し、1989年末に、 サンアローから発売されたぬいぐるみを1990年に、隣のトトロがテレビ放映された際に視聴者プレゼントしたところ、日本テレビに200万通の応募はがきが殺到した。サンアローから発売された、隣のトトロのぬいぐるみは1991年2月時点で、大トトロが契約100万個、中トトロと小トトロが契約60万個。 その他が契約50万個を販売した。キャラクター人気と販売の好調ぶりを、ジブリのプロデューサーである、鈴木敏夫は、一番の稼ぎ頭と表現している。なお、もともと、鈴木と宮崎は、キャラクターグッズに否定的であったが、上記のサンアローの関係者が見本を持ってきて、これの出来が良く、宮崎が許可を出した。また、キャラクターとして定着したトトロは、思い出、 ポロポロ以降、スタジオジブリのシンボルマークとしても使われている。ジブリ映画には、ブルーバックにトトロが描かれたものが使用されるようになり、以前の作品がビデオや DVD 化される時も本編に追加されるようになった。1997年6月27日には、ブエナビスタホームエンターテイメントよりビデオが発売され、 発売後、約1ヶ月で100万本を出荷するヒットになった。そして、2001年9月28日には、ブエナビスタホームエンターテイメントより、DVD が発売された。こちらも、オリコン DVD チャートで、前人未到の500周ランクイムを達成し、国内 DVD 売り上げもアニメ作品史上4作目となる100万画枚を突破している。黒沢明は、 ネコバスがすごく気に入ったと語っており、黒沢明が選んだ100本の映画に手アニメ作品で唯一トトロが選ばれている。トイストーリーやファインディングにもの監督、葬式で知られるジョン・ラセターは僕の人生で最も好きな映画の一つだよと述べている。2005年開催の愛、地球博では本作に登場した草壁屋が サツキと名の家として再現され、長くて会場に建設された。公表により博覧会終了後も保存され、現在は、愛、地球博記念公園にて予約制で見学できる。本作のヒットにより、各地で本作をイメージさせる場所やものが話題となり、観光名所になるといった現象が発生した。山形県最上郡酒川村小杉の小杉の、 大杉バンダイが行ったアンケート、バンダイ子供アンケートレポートによると、0歳から12歳までの子供がいる保護者を対象に行ったアンケートにおいて、作品の公開から20年以上経過している2011年1月時点で、子供に見せたい映画の第1位を獲得しており、依然として根強い人気の映画と評価されている。また、集計を行ったバンダイは、親にとって、 サツキとメイは、理想の女の子であると分析している。またエータイムアウトでは、アニメ長編映画ランキングトップ50で1位になり、同じくエートータルフィルムの、史上最高のアニメ映画50本でも6位になり、本作は国外においても、非常に高い評価となっている。フェイスワンダーワークスが2015年に発表した、ギガエンタメロディで15年間で最も多くダウンロード。 された着信メロディを集計した着信メロディ15年間ランキングでは本作からは隣のトトロが3位、散歩が8位に入りトップ100圏内にはそれに加えて風の通り道隣のトトロ、猫バスの計5曲がランクインした2010年7月10日に公開されたピクサー映画トイストーリー3では大トトロのぬいぐるみが出演声は発止ないが 歯を剥き出して笑う顔を見せる。別冊宝島には1988年のサブカル流行の一つとして、隣のトトロが紹介されている。2020年11月3日には、作品の舞台とされている、埼玉県所沢市の市政施行70周年を記念して、市内にある西武鉄道所沢駅の発車メロディが、本作のオープニングテーマである、散歩と、 エンディングテーマの、隣のトトロに変更されている。また、翌4日には、同駅の東口ロータリーに、本作のキャラクターを、肩切ったモニュメントが設置されている。モニュメントは横130センチ、高さ89センチ、奥行き140センチ、重さ430キロのブロンズ製で、行き先表示が、所沢になっているネコバスの前に、歯の傘を刺した大トトロが立ち、 後ろの窓からは、さつきと名が並んで顔を覗かせている。時代設定は、昭和30年代初頭とされているが、宮崎は、テレビのなかった時代と述べており、特定の年代を念頭に置いて演出したわけではない。後に宮崎は、1953年を想定して作られたとも述べている。八国山宮崎は、 トトロと主人公たちが住んでいる緑豊かな集落のイメージの由来について、かつて在籍した日本アニメーションのある成績桜が丘、子供の頃に見て育った神田川、宮崎の自宅のある所沢、美術監督の小賀和夫のふるさと、秋田など様々な地名を挙げており、作品の風景はこれらが入り混じったものであって、具体的な作品の舞台を定めたのではないとしているが、 2018年に発売されたトトロが生まれたところという本で宮崎本人が所沢が舞台となったと記してある。その他にも宮崎の親族が神奈川県の鶴巻温泉で経営する温泉旅館もという陣屋の名前が挙げられることもある。その後宮崎が1990年代からや山が丘領のトトロの森保全運動に携わったり、 所沢の地名が形を変えて作品に取り入れられていることもあって、所沢市がその舞台として紹介されることもある。トトロの名前の由来は、所沢にいる、隣のお化けを縮めたものとされ、宮崎監督の知人の少女が所沢を、トトロ沢と発音していたことに由来するとも言われている。トトロの原型となっているのは、宮沢賢治の、どんぐりと山猫である。 劇中ではトトロについて、サツキが、絵本に出てたトロールのことと名に聞き、名が、うんと答える場面があり、そうみなす描写があるが、エンディングでしまいに、お母さんが、三匹のヤギと題した絵本を読み聞かせている、描写があり、この本を、トロールの登場する昔話、三匹のヤギの、ガラガラドンとする、読み解きも行われている。作品の固有名詞には、 埼玉県所沢市から東京都東村山市にかけて広がるさや山が丘寮の地名をもとにしたものがある。また劇中、草壁家の引っ越しの場面でさや山茶の張り紙をした箱が登場する。また、公益財団法人、トトロのふるさと基金がさや山が丘寮の緑地を取得、保護する、ナショナルトラスト活動を行っている。 宮崎駿は顧問を引き受けるなど協力している。英語版は2種類存在する。作曲、編曲はすべて被災市場が担当カラオケで全曲が歌え、ジブリ関連の CD や井上あずみの独自ベストなどに収録されている。作曲、編曲、ピアノ演奏、被災市上、演奏から新日本フィルハーモニー交響楽団、ナレーション。 糸井茂里トトロのストーリーを糸井茂里によるナレーションとオーケストラによる音楽で再現。2003年に被災市城のコンサートにて初演された。物語に入る前に散歩のメロディーに合わせてオーケストラの楽器紹介が行われる。CD はクマジャパンよりオーケストラスコアは全音楽部出版社より発売されている。オーケストラストーリーズ。 隣のトトロ曲目リスト散歩5月の村すすわたり、お母さんトトロがいた。風の通り道、迷子猫バス隣のトトロ。ありがとうございます。